課長が変わってちゃんとした解決につながっていくのかなというふうには思いましたけど、東山さんやっぱりね、ジャニーズ長いのでジュニアの子たちのこととかやっぱりメンバーのことを分かってくれてると思うんで、この組み取って これからいい形にしてくれるかなって僕は思ってます。前の社長よりはちょっと信用性があるかな。隠蔽してた側の人間だから、そこを 100% 持ってるっていうことはそれなりの権限は今まで通りなんだろうなっていう。体制が変わるって言ったら多分変わらないと思いますね。藤島さんがもともと株式 100% 保持して結局取締役として残るっていうことなんで、株 100% 持ってるイコールもうジャニーズ事務所に対しての発言権って今までと多分変わらないでしょうし、僕たちが見るその隠蔽体質とかそういう部分っていうのは何も変わらないのかな。結局のジャニーズが変わらないんじゃないかみたいな意見がすごいツイッターとかでもあったな。東山さんとか井ノ原さん結構言われちゃっててかわいそうだなって、大変だなって思います。